すごいあのはみ出すのよ。はいいね。はい、皆さんこんにちは、モックスです。今日はここ、加藤川武蔵野ミュージアムに来ていました。すごい大きい象のお尻みたい。今日はなぜここに来たかというと、イマーシブミュージアムが今流行ってるんですけど、今回ここでダリ展で、やっているということで来てみました。で、イマーシブミュージアムって普通アートって見るものなんだけど、没入感のある、世界に入っていくっていう、体験するアートっていうものらしいんで、まあ、実際にそれどういうものなのか行ってみて検証してみたいなと思います。で、中は撮影禁止っていうことで、写真の撮影は OK っていうことなんで、写真で紹介していきたいと思います。じゃあ行ってみよう。ゾウのお尻の表現は初めて。いやもうすごい。ゾウのお尻にしか見えない。だってそうじゃない。どっからどう見てもあの本のね、劇場、本棚劇場っていうのがあるらしいんですけど、そこも行けたら行きたいと思います。そこはね、プロジェクションマッピングがすごいらしい。こちらです。入ってみましょう。角川武蔵野ミュージアム。ここからは私、ダリならぬガリがあなたをイマーシブな世界へお連れします。20世紀を代表する芸術家、サルバドール・ダリ。彼の生い立ちをたどりながら展示を進んでいきます。いざ、1100平方メートル以上の巨大アート空間へ。絵画のみならず、版画、彫刻、オブジェ、彫刻、宝石、映画と、さまざまな活動を360度のデジタルアートで体験できます。全12幕、35分間で作品を繰り返し楽しむことができます。歩いたり、座ったりして、それぞれ自由に鑑賞することが可能。言葉の回廊では、ダリの名言が大きく展示されています。20分おきにプロジェクションマッピングを行う本棚劇場。没入感に大満足。体験型アートに心奪われた一日でした。はい、というわけで行ってきました。めちゃくちゃすごかったですね。すごかった。館内もすごい広かったし、360度の何？スクリーン。スクリーンすごかった。プロジェクションマッピングで全部に映されて、本当没入感すごいありました。なんか真ん中で見るのがおすすめかもしれないです。端っこよりそっちの方が良かったですよね。その世界観に入れる感じしましたよね。あ、そう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 、うん、アートの世界にグッと入るね感じ、良かったです。ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、今週もいかがだったでしょうか。また来週も見てください。じゃあね、バイバーイ。マピック。